はい、ということで始まりました視聴者参加型スイート動画2の第10回ということで、ね、はい、やっていこうと思うんですが、今日はね、朝雨やってできるのかなと思うんだけど、意外に晴れていい感じでできる。今ここやねんけど、なんかすぐあっち開くらしいんで、まあ、あっちで、ね、いつものとこでやっていこうと思います。そしてね、ドロップドクワークスはチャンネル登録、そして高評価求めております。ぜひね、見て応援しろうと思ってくれた方はね、こうバズるために頑張ってますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ということでね、それでやっていきます。はい、ということで、はい、ストリート終わりました。終わりましたね。今日の歌詞はというところなんですが、はい、今日はもう何やろ、ライバルがめちゃくちゃいかひや、ライバルいっぱいいたね。そっちにもおった時あったし、こっちにもいたし、あと何よりもこのなんかすごいなんか劇場系女子高生シンガーみたいな子がいいんだ、たまに来はんねんけど、たまに来るが横で歌ってて、そのマジバトルみたいな感じになってたのがすごくしんどかったです。まあまあ、でも結構立ち止まってくれて、めっちゃフライヤーは負けたかなっていう印象でしたね。ほんで、あとバナナさんのね、動画曲がったので、はいはい、結構ね、チャンネル登録者数とかググッと伸びてるのかなというところなので、俺映ってたよ、ほんま、ちょっとね、見ていこうかなと思います。はい、水のコーナー、はい、水やった。はい、ということでね、さあどうなってるかというところですが、まずチャンネル登録者数、前回が2530でした。それが何倍になってるかというと2612。ということでね、80人、まあ、正確には下一桁もあんねんけど、まあ、とりあえずこれで表記していこうかなと思います。80人増えましたね、一気に。これはもうかなりでかいね、さすがバナナさんという感じですね。まあまあ、でもね、いい感じだなというところで、続きまして総再生回数、前回の総再生回数が174,584でした。それが今何倍になってるかというと178,329ということで、1週間でどんだけ再生してもらってるかというと、せーの、3745。ありがとう、3745ということで、もうアベレージをはるかに倍以上ね、いかしてもらいました。やっぱね、ひとえに昨日あげた真夏の夜の匂いがするっていう曲がすごい再生していただいてるのかなっていうところですね。まあ、でもオリジナルソングなんでね、再生してもらえるのめちゃくちゃ嬉しいな。結構コメントとかも気に入ってくれてるっていうような声がね、いっぱいあるのもすごい嬉しいなと思います。まあね、ちょっとでもこのバズるチャンスをいただいたんでね、なんかうまいこといけたらいいなと思いつつ、まあ、動画ね、定期的に上げていこうと思います。ということで、せいのコーナーでした。お疲れ様。はい、コメント返しのコーナーということでね、やっていこうと思うけど、やっぱりね、こうコメントめちゃくちゃもらってるので、今回多いね。そうそう、今回多いから全部読めへんなってとこなんでね、とりあえずちょっとね、いつも読んでる、いつもコメントくれてるコラボはね、ちょっと今日はって感じかなと思うのでね、お休み。いつもくれてるガミガミ孫さんとか、清水薫さんとか、はじめさんとか、そうそう、りなちゃんとか、かほちゃんとかね、ちゃんくれてるのもありがとうね。ちょっと読めなくて、あと大さんね、大さんとか、今日はね、ちょっと読めなくて、そうそう、今日はちょっと厳しいかなというところで、新しい人読んでみますね。申し訳ないです、純くんもありがとうね。はい、はい、それじゃあまず行こうかなと思います。はい、ストリート動画100、2の9にくれてる、はい、これ読まれん、音切り紅葉だから新規さん、そう、行けばよかった。あー、来て来て、ありがとう。近いのかな、これでももしかしたらあれかもしれんな、一緒にやったハイパニ、ハイパニのメンバーやったんですよ。あ、ハイパニの子、いや、わからん、全然わからん、違うかもしれない。あ、違う。はい、続きまして、はい、松本ブンブンさん、ブンブン、はい、よく柏駅に行くんですけど、はい、その時よく見かけます。本当にこの時偶然泊まって聞いて YouTube 登録させてもらいました。頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいね。ぜひぜひ、よろしくお願いします。続いて、はい、はい、向川さん、向川さん、バナナの企画であいみょん行けそうと言われたから挑戦していく、正直めっちゃ見てみたかったってことで、ありがとうね。ありがとう。これバナナさん上げる前にすぐにコメントくれてたのすごい嬉しかったです。ありがとう。もう一人ね、ファルセット出したい、レントフライゴ、レントラフライゴさん、ポケモンね。はい、ギターも上手いで、歌も上手いですね。裏声の使い方も上手いですし、
歌声に仕上がってとても聞きやすいです。これからも頑張ってください。応援しておきます。ということでありがとう。嬉しいなと思います。ありがとうね。はい、ほな続いて S フリーさん。 S フリーさん、 S フリーさんのアラド戦記、本家聞いてないけど普通に主題歌っぽくてすごいってことです。ありがとう。天才だね。そうですよね。活躍くん、はい、全部読めへんからね、ぼちぼちちょっとあの目についたコメントだけになっちゃうの申し訳ないです。はい、続いて、じゃあメタさん。メタさん、まだ本物聞いてないからこれが本物ということで、ありがとう。ありがとう。はい、続いて登録者3000人を目指すさん。はい、ちょっとアイコンが面白かった。普通にむっちゃええ曲作りやんってやんってことで、ありがとう。はい、続いてじゃあトールさん。トールさん、爽やかでいい曲で笑ってしまうということで、ありがとう。はい、続いて、はい、イエスマン23人さん、はい、本家より好きかもって。ありがとう。本家より好き、嬉しいな。そう言ってもらえると嬉しいな。ありがとう。はい、続いてミーカワさん。ミーカワ、普通に両曲で眠れないなって。眠れないなってことで、ありがとう。はい、続いてこれもアイコンが気になったんで、レイシータイムテーブル係さん。これがきっかけで売れるかもってことで、まあ、売れたらいいですね。なかなかね、1曲だけこうなっただけでは厳しいところがあるので、頑張りたいなというところです。ありがとう。はい、続いてタイタイさん。タイタイさん、2週間でこのクオリティ、この人はこの先売れる予感がする。ありがとう。ありがとう。売れたらいいな。応援よろしくお願いします。はい、続いて SUV さん。 SUV さん、めっちゃいい曲だけどあいみょんに寄せる気ないやろって。ありがとう。寄せる気ないことはないし、でも結果全然違ったっていうところで、ちょっとな、正直このな企画相当難しいから。難しいね。それは人が作るものの、同じの作るなんて相当難しい。ありがとう。はい、続いて、はい、じゃあゴンゴンさん。ゴンゴン、曲名コピー系シンガーソングライターとして新たなジャンルを開拓する。そうね、そういうことやってもいいかもしれない。面白いね。まあでもこうバナナさんが企画として上げてくれてる分には、まあちょっと俺からするのも違うかなとか思いつつ、ちょっとどうしようかなっていう感じです。はい、じゃあ次最後かな、はい、N スッシーさん。スシーさん、はい、普通にこの曲好き、中毒性があるということで、ありがとう。ぜひぜひね、このままどん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 応援してもらえたらめっちゃ嬉しいなと思います。ということでね、一応全部はコメント読まれへんかったけど、コメントいただいてるの全部ね、読ませていただいてるので本当にありがとうございます。これからもね、コメントいただけたら嬉しいなと思います。コメント、まあ、あの動画だけ、歌の動画だけ見てこのストリート動画見ひん人の方がほとんどかなと思うんやけど、もしコメントくれたらこういう感じでストリート動画の中でね、コメント返しのコーナーありますので、コメントしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、コメント返しのコーナーでした。ありがとう。ありがとう。今日の一曲、海の夕べ。始まりは遥か海の向こうで、聞こえた気がした歌のせい、僕のすべてを掴んで離さず、引きずり込むような歌のせい。街が嫌いで馴染めつまんなくて、一人で水平線をずっと眺めてた。防波堤に立って僕を手招くように、笑うあなたはどっか人と違ってた。行き場のない孤独感はあなたのそばではないな。僕の心の静まに淡くとも、そうだよ、どんな時も思い出だろう、この日々を、鮮烈な夢、恋をした出会った時からあなただけ、光をくれた潮風に乗った、恋の歌。あなたが海の幽霊って知ったのはずっと後で、あなたと僕はいつも夏に浮かんでた。あなたはよく笑ってそして歌を歌った。僕はあなたの声が歌が好きだった。
い未来僕と結婚しよう。なんてピンクのバラの花の束、渡したよ。どんなとこ思い出すだろうこの日々を。鮮烈な夢、あなたはただ笑った悲しそうに。あなたは抱え、いつもと違う歌を歌った。沈む沈む深い海の胸の中、クジラたちが群れをなして歌う歌う。あなたの声がここからじゃ聞こえない。だから僕はもう行かなきゃ。つくとずぶ濡れて僕はただ浜辺で寝てた。どこ見てもあなたがいない。泡に消え、どんな時も思い出すだろうあの日々を。鮮烈な夢、あなたが歌ってくれた恋の歌。忘れはしない、バラの花びら寄せて返した。始まりは遥か海の向こうで聞こえた気がした。歌のせい、あなたの声が心に残るよ。貝を耳に当て口ずさむ。はい、ということで締めにかかります。締めはい、ということで飛躍的にね、まあチャンネル登録者数増えてるのはすごい嬉しいなというところですね。やっぱりあのバナナさんの効果でかいなというところなんですが、もうね結構皆さん忘れてるかもしれないけど、夏休みの目標、チャンネル登録者数3000人プラスフライヤー配り切るっていうのがあるんですけど、結果こんなもんです。ババン、ということで全然満たされてないです。そう、もう全然あかんかったんで、ちょっとね、ちょっと今しめということも込めて、ちょっとね、罰ゲーム的に、そう、もう一時期ちょっとカレーを食ってた時期があるんだけど、1個激辛カレーが残ってて、で俺、1個辛いの食べたときに、ちょっともうこの辛さで限界やっていうので、食べてなかったんけど、ちょっとこれ、罰ゲームってことで、ちょっと18禁カレーの一番弱いやつ。これをちょっと食べようと思います。ただちょっとこれもうよっぽどの台頭の時に食わへんと死ぬんで、すごい辛いの、はい、ちょっと台頭整えて、それ単体で罰ゲーム的な動画として結構あげようかなと思います。まあそれが分かったらね、罰ゲームなんやなと思って見てもらえたらなと思います。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございます。ぜひぜひね、応援よろしくお願いします。ありがとう。